ターニングポイント潮目になったななんていうのは、だからご記憶とかってありますか？うん、だけどやっぱりあの相場っていうのはさ、うんうん、やっぱり政策期待っていうのをね、はい、背景にして上がってきてるわけですよ、はい、でましてあの直近になってからの上げの激しさっていうのはね、うん、トランプさんになってからさ、うん、あれでしょ、財政政策っていうか景気対策打ったりね、うん、法人税の大幅減税だとかさ、はい、うん、それからまだあのその景気対策雇用の問題にしてもそうだし、うん、はい、それから FRB をね、かましてあれでしょ、うん、長期に低金利っていうのかな、うん、ゼロ金利で、やっぱりこれを背景にして、ね、要するに過剰流動性、うん、私は今回はね、うん、あのミニバブルが起きてるなっていう感じずっと思ってたんですよ。お、それはあのコロナの問題でね、これだけ世界的に疲弊してる中で、うん、やっぱり金融緩和の金余りっていうの、うん、やっぱりこれが米国株に流れたっていうね、うんうん、ところが一番背景として今回は大きいのかなと。なるほど。それは確かにあのクリントンからブッシュに移る時なんかでもね、うん、はい、ちょうど2000年だったかな、うん、あの時は IT バブルに絡んだところでね、うん、はい、大統領選挙が決まった後に急落した経緯もあるしね、うんうん、はい、うん、それからどうなんだろうな、トランプさんになってから一気でしょ、うん、そうですね、うん、だけど結局あの大統領選挙の前にはね、うん、うん、相場は上昇して、その後、うん、その上昇っていうのは政策期待ですよ、はいはい、景気対策、うん、だけどその後はね、うん、大体もう出尽くしっていうのかな、うん、利益確定売りから1月、12月、1月っていうのはもたつくんですよ、うんうん、どんな時でももたつく、だけどもトレンドとしては上昇トレンドなんだけど、うん、今回一番心配してるのはね、うん、やっぱりあの今バイデンが優勢だってね、はいはい、やってますよね、うんうん、だけどもトランプ意外とあれじゃないですか、激戦区で、検討してると、うん、そういう状況でね、うん、一番問題なのは郵便投票がさ、うん、やっぱりかなり今回多かった、多かった、はい、日数もかかるし、うん、すぐに11月に決まるとも思わないし、あ、でましてやね、うん、トランプさんが大勝利ならいいけれども、うんうん、そうじゃなくて僅差でね、うん、もし万が一もう負けてるようなことになると、うん、やっぱり訴訟問題っていうのをもう一回やり直すだとかさ、うん、もう開票をね、期日過ぎたやつはダメだとか今言ってますよね、はい、そんなんでだだこねるっていうの伊藤さんみたいだね、そういうことでね、うん、やっぱり大統領選のそのどちらかに決まるのがなかなか決まらないという状態になったときにね、はい、これはやっぱり一番問題ですよ、うん、今まで買った2600ドル台までね、うん、2万7000ドル台まで上がってるけども、はい、これこそもしね、長引いて今議会で追加対策でも揉めてるじゃないですか、はいはい、うん、この揉めてるんだってなかなか歩み寄りが 2.2 兆ドルと 1.9 兆ドルだったかな、うん、はい、うん、この辺のところが決まらないということになると、うん、やっぱり一番経済に対する懸念っていうのが出てくる、うん、それに加えて、うん、コロナ対策ですよ。なるほどね、欧米でね、うんうん、この辺のところがやっぱり一番なんていうかな気になるなと、うん、そうなってくるとちょっとね、あの11月後半から12月年内相場はさ、うん、やっぱりかなり調整局面に入る可能性もあると、決まらないとですよ、うん、これはすんなり決まればね、うん、また2万9000ドルに向けてというね、うん、動きも期待できるだろうけども、はい、私はどうも一筋縄でいかないな今回あのトランプさんはねちょっとだだこねて、うん、OB でも出そうな感じもするからな。あ、そうするとね、今伊藤さんね、ちょっとチャートのところでね、日経225指数とニューヨークダウのチャートをちょっとね、まあ、同時にですね、皆さん方にご覧になっていただこうかなというふうにして思っているんですけども、今の、まあ、伊藤さんの期待値で言うとね、まあ、どうなんだろうな、これちょっと日足で見てみましょうかね。今ちょっと15分足だったので、日足のチャ、日足のチャートでね、伊藤さんちょっと見てみようと思ってるんですけど、ニューヨークダウ、ニューヨークダウね、まずニューヨークダウの方ですけども、はい、まあ、下のところですね、まあ、2万9000ドル、まあ、力強くというふうにしておっしゃってますけども、じゃ あ、 まあ逆にあの追加経済対策、まあまあ、景気対策最速というか期待というか、で伊藤さんもまあバブル的な形になりそうだなというふうにしておっしゃってるけども、まあ、まあもちろん、政治の停滞というか空白地帯がちょっとリスクだよねというふうにしておっしゃいました、うんうん、でもその場合でも下値目処って大体どれぐらい見とけばいいとかって何かイメージありますかね。まずはニューヨークダウの方ですけども、ニューヨークダウはやっぱりあれですよ、大きな節目のね、うんうん、
この何月からだったかな、6月からずっとこう右肩トレンドで上がってきたのがね、はい、今崩れ足になってるんでね、うん、やっぱり私はさっき言ったそのすぐ決まらないでね、うん、これが1月の20日、うん、あの近辺まで伸びる、うんうん、そういうふうになると2万5000ドルっていうのがね、いや下値めどになるなと思うし、はい、うん、それで武田さん今回ね、うん、私今見たいのがさ、うん、10月の、12日ぐらいからさ、うん、下がり始めて特にコロナの問題だとかね、はい、感染拡大で、あるいはその大統領選がね、うん、決まらないで年越しになるんじゃないかとかっていうことで下げましたよね、うん、1800ドルぐらい、はいはい、だ下がりましたね一番、うん、はい、あれ2400ぐらい下げたのかな、うん、全部直近ね、はい、うん、だけどね結局あのこれはもうあく抜けして先回りして打ったその反動が、うん、今期待感でねバイデンで、うん、これですんなり決まって経済対策も打てるだろうということで、うん、今ちょうど半値戻りのところに来たんですよ。なるほど、はい、チャートで見るとね、チャートで見るとね、はい、うん、要するに10月12日の28,957ドルからね、うん、はい、うん、11月2日の26,690まで下げたんだけど、うん、はいはい、うん、そこのちょうど半値戻り、うんうん、この半値戻りっていうのが27,550ドルぐらいなんですな。はい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 、うん、そうすると昨日は上回ったけれども、うん、終わり値ではね、うん、下回ったと、はい、いうことと、あと移動平均線で上値を抑えられそうな気がするんですよ、うんうんうん、75日と25日線で、うんうん、そうすると上値はねこれを抜かないと、うんうん、また2万7000ドルとの揉み合いになる可能性があるよね。あ、それで一喜一憂しながら、うん、どちらが勝つのか、うん、なかなかそれはトランプさんもし負けたとしても、うん、ね、どちらとも敗北宣言はしないと思いますけど、うん、まあね、さすがに伊藤さんもね、いろんな顔の広いところではありますけどもね、バイデンさんから勝ちそうだよとかトランプさんから勝ちそうだよって、さすがに伊藤さんのところには電話入ってこないんじゃないかなと思うんですけど、今あの米株ニューヨークダウンの動きなど今ちょっとあの考察していただきましたけども、日経金株価ですね、ちょっと日経金株価のところは伊藤さん、チャートは何がいいですかね、日足がいいでしょうか、週足がいいですか、日足がいいですかね、はいはい、日足のまあ日経金株価のチャートを見て、まあ、これは今東京金融取引所のクリック株365の方の日足のチャートなんですけども、はい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 、イメージとしてですね、伊藤さんどの辺ぐらいまで、まあ、とりあえず、まあ、今般の事象も踏まえて、まあ、大統領選挙後も踏まえてですけどもね、下値のめどがどの辺で、どの辺の上値追いぐらいまでちょっと期待しているのかっていうのをちょっと、まあ、私は今回日本株でね、うんうん、やっぱり24,000円っていうのは、うん、かなり厳しいなと、おー、いう見方をしてますね。はあはあはあ、それはあの日本独自の材料でね、うん、あの景気回復だとかもちろん企業業績にしてもね、うん、あるいは菅さんの経済対策ってコロナの問題も片付いてよ、うん、そういうことになってくればね、うん、今年の1月のあれ24,115円だったかな、はい、うん、この高値挑戦っていう動きあるけれども、うん、やっぱりこの6月ぐらいからね、うん、チャートを見てると上値も下値もじり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 こう、うん、なんていうの、切り上げて、うん、切り上げたトレンドっていうのがさ、うん、これね、6月からでしょ、うん、続いてるのが、はい、7、8、9、10、11ってもう5ヶ月続いてるわけでしょ、うん、それで今回今日のところでね、うん、28,000年初からの、じゃあちょっと待って、伊藤さん、今、年初からのチャートの方にちょっと切り替えてみましょうかね、日足の方で、今年のところからの、まあ、今年の高値のところからっていう言い方の方がね、今年の高値は1月の17日だったかな、うん、はい、24,115、うんうん、そこから大きく下げて、はい、うん、それから出直ってきましたよね、うん、出直ってきましたよね、うん、出直ってきた、うんうん、それで、これ、6月の8日だったかな、はい、一旦戻り高値つけてからつけて、はい、うん、その後こうジグザグのこうチャートになってますね、うん、はい、上値も下値も切り上げて、うん、はい、うん、で私がこう見てるのはね、うん、やっぱりその8月の14日ぐらいの高値、うん、ちょうどの2万3000、300円台かな、はい、うん、あそこのところから見てると、うん、
調整、日柄調整をしながら窓を開けて上値を取って、うん、それからまた日柄調整して窓を開けて 上値を取ってと、うんうん、これはもう米国株の動向を睨みながらもあるけども、うんうん、やっぱりあの先高期待っていうの、うんうん、じり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 上上がっていく、はい、これはもう過剰流動性の相場の最たるものですよ、うん、はい、ただいっぺんにドーンと抜けていかないだけね、うんうん、信用残なんかの需給の面のしこりがないんだね。うん、ところがこのジグザグのところで何が行われてたかっていうと、一つの需給の背景ではね、うん、全部ね海外勢の先物の売りなんですよ。はい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 、あ、それで、コロナで一喜一憂しましたよね、うんうん、人数が増えただとか、はい、死人が出たとかね、はい、ね、はい、あ、それで米国株もそうだけど、うん、そうすると今度は窓を開けてまた戻ってるんですね、うん、それで結局同じことを何回繰り返した、これ、うん、1回2回3回4回5回6回7回、うん、今回で8回ですよ、はい、だけれども上値抵抗戦のね、うん、さっき言った6月のところからの上値抵抗線をずっと引っ張っていくと、今日のところでちょうどね、2万8900円が抵抗線になる。で結局窓を開けて大きく上げましたよね。だから私はこの辺のところは一旦いいところ来てるなと思う、はい、これをもし抜けて2万4000円だったら、うん、新たな相場が、まあまあね、新世界ってことですかね、うん、その条件はもう米国株のに、ね、2万9000ドルに向けていく、うん、動きですよ、うん、8月の伊藤さん、中旬から下旬にかけてというのは確かあの国内においても、うん、ちょっと僕あのその辺の日時がちょっと非常に曖昧、今こんな格好で見ちゃいましたけどもね、確か安倍首相の健康問題をめぐる動きがあって、うん、で安倍首相も退陣なされて、で安倍グジットになるんじゃないかって、ちょっと海外勢がその政権の不安定性と安倍グジットをちょっと警戒したっていう動きもちょうどその頃でしたよね。確かね、そうですよね。そうですよね。で、うん、あ、ごめんなさい、どうぞどうぞ。いいです、いいです。いいです、いいです。でね、伊藤さんね、で2万4000円というところが、まあまあ、なるほど、上値めどというふうにして見てらっしゃる。じゃあ一方で下値めどなんですけどもね、伊藤さん、下値めどって、じゃあそうは言っても、じゃあ思いっきりこう悲観的に、まあでも過剰流動性相場ということも図らずともおっしゃっていた、はいはいはい、でもまあ当然じゃあそのままなのかと言っても、まあ当然下値も警戒しなくちゃいけない。伊藤さんはその日経平均、まあ、今回はこのクリック株365東京金融と一緒の日経225指数の方ですけども、うん、下値めどって伊藤さんはじゃあ警戒すべきところってのはどの辺ぐらいも、下値の調整っていうのを見てらっしゃるのか、ちょっとこれ、うん、今度は週足かなんかでちょっとね、いやいや、あの日足がいいですか、はい、うん、それはあの当面のところのね、うん、当面の、はい、うん、要するに自立調整っていうの、はい、うん、要するに米国株が波乱を起こしたりとかね、はいはい、あの大統領選挙の後、うん、なかなかこう決まらないと、うん、議会もねじれたまんまだし、はい、コロナも再拡大だし、うん、欧州の方もロックダウンだしとか、うん、例えばそういうことがあっても国内でね、うん、なければ、うんうん、2万2600円ぐらいのところ、うん、下値めどは、おこの226っていうのは、うん、ちょうど8月の28日に大きく突っ込んだところの安値、ね、はいはいはい、その時は22594なんですよ、はいはい、せいぜいここまでだと僕私は思って、おお、じゃあ要はざっくりと今のお話伺うと、2万2500円から2万4000円、そんなイメージですかね、上下限が。そうですね、はあ、要するに2万4000円、私は手前だと思う。うん、もうあの手前ね、もうなんか、なかなか伊藤さんあれだよね、あの証券会社のストラテジスト、アナリストとはなかなか言い切れないところの我々のいつもの会話と全く同じですよね。それはあるけれどもね、うん、まあだからその辺のところは、まあ個別株の春別はまたね、またこれまた全然別のところですけどもね、日経平均株価に関してはかなり伊藤さんはこの冷静的に見てらっしゃる、上値のまあ臨界点というのも、まあせいぜいその辺でも、これが超えたらもちろん新しい世界が出てくるだろう、そうした意味では上値焦点は2万4000円だというふうにして、まあロックオンしているという感じですかね。そうそう、うん、あの移動平均線見てるとね、はい、ニューヨークダウはみんなね25、75日、200ともね、うん、中長期的にはね下落基調っていうか、はい、下方に向いてるんだな、下に、うんうん、ということは中長期的にはちょっと上値は重いよというね、うん、ちょっとシグナルが出てるような気がするし、うん、それから日経平均の方もそうですよね、うん、なかなかこう25日線と75日線、うん、あるいは200日線だって若干下向きになってるんで、はい、3ヶ月ぐらい先はちょっと調整があるのかなということを示唆してる、うんうん、
そんな気もするね。なるほどね。それは当面の話でね、うんうん、年内のところの話ね、はい、このくらいの進歩があるのかなと、うんうん、あとは伊藤さん、まあ、これ今ね、電話でご出演していただいて、打ち合わせは本当にゼロですけども、急に降りますけどもね、はい、打ち合わせがゼロの上に、さらに打ち合わせのない、全く、まあ、武部はこんなこと言ってくるだろうなって伊藤さん大体事前のイメージをお持ちだったと思うんですけども、ちょっと思いっきり変化球投げます。伊藤さん、ちょっと注目してらっしゃるね、この業種、まあ、個別銘柄ちょっといろいろあるでしょうか、差し障りもあるでしょうけども、うん、このトランプ政権ないしはバイデン政権、まあ、トランプ政権だったら今までと変わんねえじゃないかって話になるでしょうけども、うん、特にそのバイデン政権、まあ、民主党政権になった時にこんな業種だとかいうところ、なんかちょっと注意深く見る必要性があるんじゃないかななんて浮かぶもの、ないしはまあ菅政権でもいいんですけどもね、日米関係を睨んででもいいんですけども、なんかその業種、33業種のうち、なんかこんな業種の中でちょっとチェックすべきだ、警戒すべき、ないしは上値に警戒すべき、なんかありますかね、イメージは。うん、だけどトランプだったら今のままかもしれないし、はい、だけどバイデンの場合だったらね、うん、ちょっと心配だなと思うのはさ、はい、法人税の増税だとかさ、いろいろ富裕層への風当たりとか、うん、そういうものがありますよね、はい、じゃあ今のまんまの低金利が続いて、うんうん、ずっと過剰流動性でいけるのかどうかっていうの、はいはいはい、ということはね、一つは僕は為替がねちょっと気になるなと思うんだよね。あ、新興国の方がさ、うんうん、ちょっとバイデンになって詰まるんじゃないかな。なるほどね、うん、そっちですか。だから、まあ、為替で影響するって言うとさ、日本の場合にはね、今日はトランプ巻き戻しっていうのかな、はいはい、105円30銭台まで、はい、行きましたね、はい、私一中からまたあれだよね、為替が4円台入ったよね、うん、はい、そうですね。だから要するにこれバイデンになった時に為替がどういうふうに動くかっていうの、うん、それは業種だとか何かって、僕は今のなんていうのバイデンにしてもね、うん、やっぱりアメリカ第一主義はダメとは言うけれどさ、はい、やっぱり自動車にしても電子部品にしてもさ、うんうん、そういったものへの寄与っていうのはやっぱり期待してるだろうし、うん、だから中国だとかロシアの問題だっていろいろ取り沙汰されてるけども、はい、そんなに経済に悪化を与えるようなね、うん、状況には僕はならないと思うよ。伊藤さんね、まあ、ドル円の、まあ、状況っていう形でいうと、まあ、当然企業決算だとかっていうのも影響してくるとは思うんですけども、伊藤さん、イメージとして大体ドル円はどれぐらいの水準感まであれば、もうちょっとこの1月ぐらいからのちょっとねチャートで、足をちょっと増やしてですね、今かな、これ何分足になってるのかな、それをね、150とか200ぐらいのところで、うん、こんな感じで伊藤さん、ちょっと今、画面映ってるんですけども、どれぐらいの水準感だったら、まあ、よしみたいな感じで、個別銘柄の業績も踏まえてですね、まあ、アグリーというか、まあ、感受されるんじゃないのっていう水準って、大体どれぐらいで見てます？だけど今のね、うん、レベルの104円台っていうのは厳しいと思うよ。さあ、そもそもがね、もう今の水準でね。そもそも、いや、私はそもそもが。うん、はい、うんうん、だから、うん、ここのところね、うん、大体104円どころでさ、はい、止まってますよね、はいはい、この7月の夏ごろから3回ぐらい突っ込んでるんだけど、はい、で今ちょっと中立なんだけども、トレンドとしてはさ、うん、やっぱり移動平均見てると円高傾向になってるっていうの、うん、この辺のところが僕気になるんだよね、うんうんうん、だからこれが円安にこう何ドル安円高になる可能性の方が強いのかと、うん、思うし、うん、これが逆になってね、うんうん、要するに ドル安、それからドル高円安になってくれればさ、うん、106円のところ抜いてくれば一気に、うんね、トレンド変わりそうだし、まあね、6円7円まで行ってくれればね、日経平均株価かなり追い風になりますよね、うんうんうん、この辺のところがやっぱりね、一つ気になるのは輸出関連のところだよね、うんうん、だけどトヨタだとかこの辺見てると輸出がこう増えてきたりさ、うん、あるいは電子部品でもそうだよね、うん、ちょっと輸出関連のところが持ち直してきてるし、うん、あとはもう新興国中国だよね、はい、この辺のところで見るから、だから 5G だとかさ、うん、また国内ではその GoTo トラベルだとか言ってるけれども、うん、体制的な輸出関係っていうのはやっぱり中国だとかアメリカだとかロシアヨーロッパ見据えたらやっぱり為替の動向だろうな、うん、あんまり円高になるとさ、うん、何言ったってそれはダメだよねお話にならないって話でね、まあ、売り上げが増えたってさ、為替で
デメリットで出ちゃうからな、その辺のところが警戒されるかな、ただ、ね、日本の方はだいぶあれだよね、経済サブプライドとか、サブプライムローンだったり、遅延だとか、ああいうことで復活し始めてる、回復し始めてるからね、だからそういうところで売り込まれた銘柄を、売り込まれた銘柄を買って、業績の情報修正するような銘柄も、その内需、外需問わず、狙っていけるのかなと。まあ、国内の内需のところでは随分いろいろそのあるけれども、ただ一方じゃ携帯電話下げたりで通信関係のところではちょっとね、苦しいところも出そうな感じするしな、伊藤さん本当にあの、ね、昔からの、まあ、法人さん金融機関さんいろいろ顔が広いところではありますけども、まあ、ちょっと差し障れない程度のところでね、伊藤さん先に言っときますかね、うっかり名前言わないでくださいね、先に言っときますかね、あの伊藤さんほら永田町関係者にも非常に伊藤さんも顔が広いところですけど、ここ最近あの某与党系だとかこの今の選挙動向だとかなんか意識してらっしゃるものっていうのはなんかお耳になされてるところってなんか差し障りのない程度でなんかありますか、なんか聞いてらっしゃる部分は特にないですかね、だけどもやっぱりあれだよね、あの今の政権から自民党政権じゃない与党のね、だって安倍さんのところからずっともうトランプさん、就任すればすぐ飛んでく、就任前からも飛んでく、それで日米同盟っていうのを強固にしてさ、いろいろこうなんていうの配慮してきたじゃないですか、ところがバイデンさんになった場合にはさ、今までのトランプさんのようにはいけるかどうか、この辺のところが外交問題でさ、また一からとは言わないにしてもやり直さなきゃならないだけにね、ちょっと苦難があるのかなと、外交問題でですよ、いろいろと、あとはもう貿易問題でも詰めてね、あんまりそのトランプさんみたいな極端なことはないだろうと思うけれども、その辺のところでこれからやり直しとということで、ちょっとバイデンさんになった場合には、一苦労いるなという感じは受けますね、受けますねと、分かりました、まあちょっとね、それ以上のことはちょっと分かりました、まあ、すいません、伊藤さんどうも本当にありがとうございました、また、よろしくお願いいたします、今日は本当にありがとうございました、ありがとうございました。岡さんオンライン証券チーフストラテジスト伊藤義弘さんにお話伺いました、結構グイグイ聞きましたね武部さん、本当はもっといつもね実名がボン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 出るんですよけどね、あのコンプライアンスチェックとか後でねあのすごく叱られますからね、こう襟持ってくるスーってこうなりますから、代わりにこうなんかクマちゃん人形かなんか置かれちゃいますんでね、それは困りますから、誰々さんが言ってたよとかね自民党部会で言ってたよとかね平気でポロ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 2人でいつも話していろんな話するんですけどもね、ちょっとねさすがでもあの冒頭に申し上げましたけどやはりね、その非常にセンシビリティなものはもちろんなんですけども、政権与党側からしてもね、今も伊藤さんお話ありましたけども、どっちになるのかわからないのね、事前にベットするようなね、そんなね、外交ベタなわけはないですよ。ただし、明確なのは皆さんもご存じの通り、安倍政権からのレガシーを明確に引き継いでる官房長官時代からの菅首相が、菅総理がまあ分かってらっしゃるのはどっちですかって言われた場合は、もちろん、ね、民主党時代、まあ、オバマ政権の流れを組んでるっていう形ですれば、決して全くラインがないわけではないんだろうけども、4年間の上積みという言い方をするならね、まあそれは組みやすいという言い方をするんだったら、まあやはり現世、2期メインに向けてのトランプ政権の方がまあ組みやすい、ただしまあ伊藤さんも言ってたようにどこ、まあ、まあ当然ね予想範疇とはいえ、まあ、当然どんな手が出てくるのかわからないで、全くわからない方がまだバイデンさんの方かもしれませんよね。はい、さてバイデン氏かトランプ氏かどちらが次の大統領になるのか、ここで気になる開票速報の方地図で見てみましょう、はい、まあ先ほどからねもう朝からねずっと接戦だ、接戦だと言っているわけなんですけど、今ね伊藤さんと話してる間ね結構速報がもう私の周りで、ね、ボン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 飛び交っていて実は目が泳いでたんですけどもね、はい、数字で見ますとバイデン氏が209、トランプ氏が138となっているんですが、ちょっと注目だったのがオハイオですね、はい、オハイオをトランプ氏が勝利を確実にしました。はい、まあオハイオで負けて大統領になった候補はいないと言われて地区なので、
ここをトランプ氏が取ったっていうのは大きいんじゃないかと私は思うんですけど、ね、ここ今皆さんのご覧になっている皆さん方、今度のテスト出ますよって、何のテストか、今度の中間テスト出すぞって先生が言うぐらいの感じですよね、はい、まあ、ここは非常にアメリカのですね、まあ、いろんな農業も工業も商業も全て人口比もところも全てですね縮小、まあ構成がそのまま小さくなった、まあ、ミニアメリカ、ミニ USA みたいな、形でございますので、ここにおいてのまあ答えというのがかなり反映度が、ね、高いというふうにして言われているのがオハイオ、今18名でしたけどもね、選挙代理人がね、はい、こちらをトランプ氏が勝利を確実にしました、うん、オハイオはトランプ氏ということでした、はい、そして今日一番の注目じゃないかと言われているフロリダの方なんですが、うん、はい、まだ色がついてなかったようですね。まだ当確が出せない、なんかどこかの選挙本部みたいな、まだ当確出せないのかって感じですね、開票率 99% と先ほどから何度もお伝えはするんですが、うんうん、フロリダ開票率 99% の段階ではトランプ氏が 51.3、 バイデン氏が 47.8 ということになってってますね。まあまあほぼね、これでトランプ陣営がまあ制したというふうにして言っていいと思うんですけど、まだどこもちょっとオーバーシュート気味にどこの報道も打たないっていうことが多分ポイントなんでしょうね。まあ、この辺のところは先ほどね、出演していただいたロイターの伊賀さんもおっしゃってましたよね。まあいろんな報道のメディアが出てくるだろうけども、マーケットはなかなかその辺の精査をまあ、かなり慎重にするんじゃないかということをおっしゃってましたよね。まさに多分そんなその通りなんでしょうね今ね、はいはい、フロリダ選挙人29人と3番目に多いということで、うん、あとはトランプ氏がこのフロリダとペンシルベニアを取れなければ敗北なのではないかなどというふうにも言われているぐらいの重要なところになっております、うん、はい、まだ確定はしていません。はい、はい、さてここで話ガラッと変えまして、はい、再びキャンペーンのお知らせに参りましょう、はい、岡三オンライン証券のウェブサイト下の方にありますエントリーボタンからですね、抽選で40名の方に5000円のアマゾンギフト券が当たるキャンペーンを行っております。こちらは岡三オンライン証券に口座をお持ちでない方でも参加いただけますから、ぜひご応募ください。キャンペーンの参加にはエントリーが必要です。キャンペーンに関する詳細注意事項をお読みになりまして、うん、口座をお持ちのお客様、口座をお持ちでないお客様、それぞれのボタンをクリックしてお進みください、はい、そしてキーワードの入力が必要です、うん、そのキーワードこちらになります。おガチンコの4文字、こちらをエントリー画面で必ず入力してください。この入力がないと無効となりますのでお気をつけくださいね。ガチンコと書いて、ある程度の、まあ、決められた情報を入れると、Amazon のカードが抽選で当たる可能性がありますよと。はい、お得ですね。で、僕はいけないんですよね。朝からずっと欲しいって言ってるんですけど、僕だけがダメなんですよ、はい、あとは誰でもいいんですよね、はい、竹部さん以外の40名の方にプレゼントいたします。当選された方は別途当選メールをお送りいたします。当選メール11月中の送信を予定しております。ご応募お待ちしております。今ね、速報ベースでいろいろ出てるんですけどもね、はい、FOX テレビ、FOX ニュースですかね、トランプ陣営派ではあるんですけども、フロリダでトランプさんもうこれ取ったとこういうような、まあ、当確をしたみたいでございます。今日一番の注目の週です ね、 そ う、 ですね。だからそうなってくるとオハイオも取りました、そして今のフロリダも取りましたとこういうところで、まあね、事前に、まあ、これもねすごく難しいと思いますよ、まあ、この、ね、ストックブースト、あと今日は、ね、何回もクロスありましたけどもね、東京 MX テレビさんとかもかなり中立的な報道はしてますよっていうのはいつも申し上げてるんですけども、マスメディアさん特に米国においてはかなり反トランプ報道をしているのが、まあ、いずれにしてもあって、でそれのこれも言っていいのかどうか微妙なところですけども、その提携している、ね、本邦のメディアさんも大きかもそれを結構、ね、受け流すような形になってますので、トランプさんが不利というような形でかなり言っていたんですけども、まあ、後半かなりやっぱり追い上げてきた、追い上げてきている、猛追しているという感じですね。でこれはまあやはりペンシルバニアにおいてですね、まあ、石油団体に向けてなんでしょうけど、プラスチング水圧での破砕法をまあしなくて石油エネルギーを他のものに転換すると言っていたものがどうなのかだとか、複合的に言うとハンター・バイデンさんというあの、ね、ご子息の問題なのか、まあ、もしくはその1期しかやらないっていうような話であるのか、ないしはそのコロナ問題は誰がやっても同じじゃないかというような形での
マーケット、失礼、有権者の判断なのか、まあ、この辺のところはね、またしばらくしてからいろいろなあのつまびらかになってくるんだと思いますけれども、今そのいわゆる、ややトランプ系だと言われているところの、これ一応言っとかないといけないですよね、ややトランプ系だと言われているマスメディアさんは、フロリダはトランプ陣営、トランプ大統領がまあ確保したというような一報が入っていたというところですね。まあ、おそらくまあその方向に、ね、なりそうだなという感じはしますが、もちろん油断は大敵で、マーケットの方がこれに対してですね、感濃度を強めているのかどうかというので、ちょっと日経225指数とドル円レートのところで、これまあ15分足でもいいんですけどもね、ちょっと短いところで、なんか感濃度を強めているのかどうかは今ちょっとだけチェックしてみたいなというふうにして思います。まあ、大きな動きがまだまだ出てきてないんだとは思いますけども、これからですね、まあ、動きがあり得るのかどうかはちょっとご注意してくださいというところで、先ほどもちょっと伊藤さんおっしゃってましたけどね、朝方は、まあ、朝方というかお昼頃ドル円はね、あの正午に向けて105円に行って、そこからまた104円台の半ば、まあ、半ばとまで言いませんけどね、70銭80銭ぐらいのところちょっとぐっと下押しして、でここからまた今少しずつ戻っていくことができるのかどうかで、日経平均株価にとってはですね、やはり円安というのはあまりよろしくないよということをおっしゃっておりましたけども、ドル円レートの動きに対してですね、これはちょっと今ニューヨークダウの方でございますのでね、ドル円レートの方とちょっと合わせてご覧になっていただければというふうにして思いますけども、ドル円レートの上昇性にどの程度まで日経平均株価がまあ、なんでしょうね、牽引してもらうことができるのかどうかがちょっとポイントかなと思いますが、今のところまだドル高105円台に戻るような動きはまだちょっと見せてないのかなというところで、まだ、完全にマーケットはそっちの方にブレているという感じではございませんというところですね。はい、はい、最後にこちらの地図の方もう一度見ていただきます。現在のところバイデン氏が209、トランプ氏が138という開票速報が出ています。さてここで再び一度インターバル入れさせていただきまして、はい、情報収集してまいります。次の放送午後3時からお送りいたします。インターバル中でも速報が入った場合はお伝えすることがございますので、視聴画面ぜひこのままお待ちくださいませ。それでは一度失礼いたします。3時にお会いしましょう。